上方護衛艦の収益が急いで進められていますが、同等というか、やっと、2023年3月、4番艦のみ、熊が収益することになりました。この護衛艦を作った三菱重工業中崎造船所の能力も素晴らしいのですが、何より、桃が味方の性能は、異次元という、極秘情報を入手したので、今回これに関して見ていきたいと思います。2022年5月、ロシア・ウクライナ戦争の初期、ウクライナ軍のミサイル攻撃で、ロシア海軍のアドミラル艦が沈没しましたが、上方は、あの艦より数段性能が高く、少人数化されたことが、世界でも驚嘆されたそうです。世界は、ウクライナ戦争1周年で騒いでいますが、国内では、昨年末閣議決定された安保関連3文書の内容に基づいた防衛力強化が、各分野で具体的に進められています。従来と違って、反撃能力を持つ装備拡充が注目されているようです。ことがことですから、納税者として注目しなければいけませんよね。こういった兵器の中でも、有事に敵の領域内へ攻撃可能な兵器として、スタンドオフミサイルの重要性が大きく取り上げられています。内容としては、12式地対艦誘導弾の能力向上タイプや当初防衛用高速滑空弾などの開発と配備が大きなウェイトを占めていると言えましょう。このような大掛かりな自衛隊装備方向性の見直しは、近年稀に見る戦略、戦術の大転換です。この転換ができたのも、昨年2022年の参議院議員選挙で、与党自公が勝利したためとも言えるかもしれません。逆説的になりますが、昨年2月に発生した、ロシアのウクライナ侵攻による戦争が、日本の防衛政策転換にとって追い風になったということもできるのでしょう。ロシアの脅威とウクライナへの同情を煽り立てて、日本の防衛体制に不安を抱かせ、防衛費増額を打ち出しやすい空気を作り出したというこじつけ感も否めません。余談ですが、北朝鮮が日本の国政選挙が近づくと、ミサイル発射を繰り返す確率が高いと、噂されることがあります。為政者が水面下で取引しているのではないかと邪推する向きも少なくないようですね。つまり、外国の脅威が大きければ大きいほど、現政権にとって有利になるわけですからね。さて、2022年は日本の防衛政策という視点からは、激動の変化が起きた年でした。海自の新型護衛艦として、今までにないマルチタスクな艦艇もが、味方が収益をスタートしたことも忘れてはなりません。では、このもが、味方護衛艦について少し説明しましょう。海上自衛隊の最新鋭護衛艦もが味方は、2022年3月に2番艦熊野、翌4月に1番艦でネームシップのもが見、そして、12月に3番艦のし、ロが収益を果たしました。これによって、それぞれが、日本領海の守護神の一員に加わったことになります。さらに、2023年3月には4番艦三熊、12月に、5番艦矢作が、収益を迎える計画と言いますから、2022年分を含めると、合計5艦も、護衛艦が増えていく状況になっているのです。ちなみに、護衛艦には日本国内の河川の名前が付けられるようですね。最上は山形県の母なる川最上川ですし、熊野は和歌山県の熊野川、能代は秋田県の能代川に由来しているのでしょう。現時点で、最上護衛艦は、最終的には、
22隻の建造を計画しているようです。同じ艦を長期間使用することの弊害を指摘されながらも、収益から数えて、およそ40年間程度が使用期間として想定されているそうです。実は藻が2型護衛艦、海事艦艇として、今までになかった FFM という新しい艦首記号を冠されているのです。この意味は、比較的小型の軍艦を意味するフリゲートの艦首記号 FF に、機雷戦のマイン、および多用途のマルチ、パーパスを複合して、M をプラスして、FFM となったということです。近年、海上自衛隊では、一定規模以上の艦艇を、すべて護衛艦という呼称に統一したので、フリゲート艦という区分は、アメリカの供与で、1950年代から1970年代まで運用されていたクス型護衛艦以来なのです。この時代の護衛艦には、樹木の名前が付けられていたようで、クスの他に、奈良や梅などもあったようです。も、が、2型護衛艦のサイズを紹介しますと、基準排水量3900トン、満載排水量5500トン、全長 133.0 メートル、全幅 16.3 メートル、深さ 9.0 メートルで、世界の標準から見ると、フリゲート艦としては、大きい部類に入るようです。2023年1月4日、ロシア海軍の最新鋭フリゲート艦と呼ばれる、アドミラル・ゴルシコフ級フリゲート1番艦アドミラル・ゴルシコフが、極超音速巡航ミサイルのツィルコンを搭載して出航したことが報じられました。2022年2月の侵攻以来、翌3月になっても、終わりの見えないウクライナ侵略戦争において、最近、地上戦では、大きな戦果を上げていないロシア軍が、このアドミラル・ゴルシコフを航行させて、NATO 加盟国に対し恫喝する材料を増やそうとしたと見られています。ロシアが喧伝するほど、このツィルコンが、NATO 加盟国相手に効果的なのかどうか、現時点では不明ですが、ロシア側に言わせると、このミサイルは、射程距離 1000km 以上、飛翔速度マッハ9以上なので、迎撃は困難と主張しています。このツィルコンを実装する、艦艇アドミラル・ゴルシコフのサイズですが、基準排水量4500トン、満載排水量5400トン、全長 135.0M、全幅 16.0M で、海上自衛隊もが、2型護衛艦と、かなりの似通った数値ということがわかると思います。ただし、もが、2型護衛艦とアドミラル・ゴルシコフの最大の違いは、主兵装にあります。も、が、2型護衛艦は、マックス垂直発射艦、VLS を16セル搭載可能ですが、アドミラル・ゴルシコフは、その倍の32セルを装備しているという点でしょう。も、が、2型護衛艦が、優位性のある部分は、水上戦闘艦として、重武装に限らず、対空、対艦、対戦闘のバランスの取れた兵装を備え、機雷の除去と敷設能力も付与された多用途艦というところでしょう。また、もが、2型護衛艦は、フォルムのイメージ通り、従来艦と比べると、大幅にステルス性を考慮した設計になっていて、中国海軍による南西諸島方面への圧力行為に対抗するために、多用途性に重点を置いていることが伺えます。新しい武器を購入するとなれば、納税者として一番気になるのは価格ですよね。今まで、もが、2型護衛艦1隻あたり、単価は500億円弱と公表されていますが、海事は、さらに安価で小型艦艇である、哨戒艦を今後は建造していく、方針を打ち出しています。最後の防衛計画大綱となった、2018年の同文書の中で、初めて哨戒艦に言及されました。哨戒艦は、
一隻あたり建造費が約90億円という、護衛艦に比べれば、低額な小型艦艇です。イメージとしては、海上保安庁の巡視船に近い艦艇ですね。こういった哨戒艦やもが、身型護衛艦の使用を見ると、今後、ますます激しさを増すと、予想される南西諸島方面に対し、海自は、消費化を図った小型艦艇で、監視任務を強化しようとしていると、推測されます。そう考えると、大型イージス護衛艦や、イージスアショア大隊艦艇として計画され、新たに建造されるイージスシステム搭載艦と並行して、小回りの効く艦艇を増やしていこうという方針と解釈してもいいのかもしれません。が、身型護衛艦の系譜をたどると、直接的には、沿岸防衛用に設計、建造されたアブクマ型護衛艦、艦首記号 DE の後継艦にあたります。アブクマ型護衛艦は、基準排水量2000トン、満載排水量2900トン、全長 109.0 メートル、全幅 13.4 メートルというサイズでした。アブクマも、福島県から宮城県に流れるアブクマ川にちなんだ名前ですね。アブクマ型護衛艦は、一番艦で、ネームシップのアブクマが、1989年、平成元年最終6番艦とねは、1993年、平成5年に就役しましたが、とねにしても、今年で30年活躍しているわけですから、近い将来の退役が見込まれます。アブクマ型護衛艦の前級で、1983年と1984年に2隻のみが建造され、太夫針型は2010年に退役し、海おのずとしても管理、運用する艦艇の新陳代謝が必要な防衛力との兼ね合いで進めていくことが急務になっているようです。アブクマ型護衛艦の乗組員定数は約120名。もが、身型護衛艦は、アブクマ型より、はるかに艦隊が大きいのですが、約90名で運用できるほど、消費化が図られています。とはいえ、日本の少子高齢化には逆らえず、国家公務員である海自でさえ、慢性的な人員不足に直面しています。ですから、約90名という数であっても、必要数を満たすことは、なかなか難しいということで、防衛費増額は図れましたが、課題は尽きないというのが現状です。他の、自衛隊、陸自や空自と比べても、海上自衛隊で艦艇勤務となると、スマホがほとんど使用できない環境下に置かれてしまいます。スマホなしでは生活が成り立たないとさえ言われている現代の若者たちですから、こういった職場への希望者は圧倒的に少なくなることは当然といえば当然なのかもしれませんね。